熱海市の離島初島に向かう定期船では小学生が1日船長を務めアナウンスなどを体験しました。熱海市の船会社富士急マリンリゾートが企画し公募で選ばれた小学生3人が1日船長を務めました。こんにちは、いらっしゃいませ。任命式の後3人は初島に向かう定期船に乗り込む乗客を元気で出迎え、普段入ることができないブリッジでは船長気分を味わいました。なんか人待ってる。また船内のアナウンスも体験し海での安全を呼びかけました。夏休みに海水浴をするときは絶対に一人では行かないようにしてください。海で溺れてる人を見かけたら118番に連絡をしてください。めっちゃ波がバザブンってなってた。船酔いしたけど楽しかった。1日船長を務めた3人の航海は30分ほどで無事終了しました。